はい、こんにちは、黒田です。今日はですね、痛みですね、痛みとストレスですね、ストレスの関係について説明をしていきたいと思います。最近なんですけれども、よくですね、特に慢性の痛みですね、慢性の痛みと、ストレスですね、ストレスが、関係をしていると、よくですね、テレビだったりとかですね、インターネットですね、言われるようになりましたけれども、ポイントはですね、循環ですね、循環になってきますので、ここにちょっと模式的にですね、循環の図を書いてますので、ちょっとこちらでですね、説明をしていきたいと思います。ここですね、赤なのでもうすぐわかると思うんですけれども、動脈ですね、動脈。動脈からは、細胞、組織のですね、細胞なんですけれど、細胞に、酸素とかですね、栄養ですね、新鮮な酸素栄養をこう、送っていくっていうのが役割ですよね。逆にですね、ここで、毛細血管とかでですね、酸素とか栄養が入って、そこでですね、ちゃんと代謝をして使います。使ったものはですね、やっぱり出さないといけないですので、出ていくものとしたら、CO2 ですね、二酸化炭素だったりとか、老廃物ですね、そういったものが、静脈ですね、青なので静脈。静脈によって出ていくと。あとはですね、ここにちょっと書いてますけど、リンパですね、リンパ。皮膚の下にあるリンパ。これもですね、老廃物を、とか CO2 ですね、二酸化炭素を流していくのに、関係しています。痛みがなんで出てくるかといったですね、循環が悪くなってくると、血がですね、血の流れが悪くなる分、痛みのですね、発痛物質と呼ばれるですね、いろんな物質があると思うんですけれど、それがですね、細胞の中にですね、滞ってしまうんですね。で、しっかりと循環がして、あればですね、それがしっかりと流れてしまうので、痛みはあまりないと。なので、循環が悪くなってしまうことが、痛みにつながっていくという部分になってきます。ストレスがあると、何が乱れるかといったらですね、自律神経ですね、自律神経が乱れてきます。でですね、自律神経は、血管に対して特にどんな作用があると思います?自律神経は交感神経と副交感神経がありますけれども、交感神経の方が、主にですね、血管、動脈の方の支配をしています。ちょっとここにですね、コルクのようなですね、図を書きましたけれども、ここのですね、交感神経が、優位に、ストレスがあると優位にですね、高くなってしまうんですけれども、ここがですね、優位になってしまうと、血管をですね、ギュッと、血管広いのがギュッと、ちっちゃく、狭くなってしまうんですね。なので、ここはですね、交感神経が高まることによって、動脈がちっちゃくなってしまう分、入ってくる酸素や栄養のですね、量が、減ってしまうと。減ってしまうので、循環が悪くなって、痛みが出てしまうっていったところがですね、ストレスと、痛みですね。痛みの、関係性。ストレスがあることでなんで痛みが出るか。って言ったところのですね、メカニズムになっていきます。今日はですね、ストレスと痛みの関係について話してみたんですけれども、ポイントはですね、ストレスがあると自律神経が乱れます。特に自律神経のうちの交感神経ですね。で、交感神経はここの動脈を支配しているので、動脈がですね、広いのがギュッと、狭くなってしまうことで循環が悪くなってしまって、痛みが出てくるっていう風なですね、メカニズムになっています。今回はですね、ストレスが関係しているので、ここの動脈の問題だったんですけれども、ここのですね、循環の図自体がですね、痛みがなんで出るのかっていう、すべてのですね、部分に共通するものになってきますので、ここをですね、ベースにいろんな痛みの問題考えていただけるとですね、さらに、今まで理解が進んでなかった部分がですね、進んでいくかなというふうに思います。こういったところをですね、しっかり理解した上で、慢性の痛みとですね、ストレスの関係をしっかりと、あなた自身をまず理解をして、で、理解をした上でしっかりと患者さんにですね、説明をしてあげることで、よりですね、患者さんが安心して、あなたの治療を受けることができるんじゃないかなというふうに思います。はい、動画は以上になります。ありがとうございました。
あとですね、LINE の方でもですね、いろんな情報をですね、発信しておりますので、そちらの方もですね、ぜひ登録の方をよろしくお願いします。